前回のサンドンチ、初めて手にした40センチの輪張りで腹巻き帽子っぽいのを編んでみたっつのやったよねって、今回はこれやってるよっちゅうことで、チューン。今回はこれ方言で編み物やっていきたいと思います。どうもサンドです。ちょっと今日は違う始まり方してみた。さて編んでごっかな。これアーバンね、いつものケイトピエロのアーバン、なんか前にこう紹介したような気がする。一応はい、ケイトピエロの色ナンバー13番、ピエロ、ケイトピエロさんで、このね、透かし編みの模様は、ちょっとくしゃみで、失礼しました。めっちゃくしゃみでだった。でね、模様が、透かし模様280の中の72番。いつもね、私、靴下で使ってる模様、これしか編んでない。気に入っちゃったから、まだね、まだこれにも、セーターにも同じ模様やってる。で、あ、そう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 、そして、結構さ、かぎ針やってる人多いじゃない？で、ほら、ね、どうしても、ほら、この前ね、グラニースクエアなのに、グラウニーとか、なんでグラウニーって言ったのかな？私わかんないんだけど、グラウニースクエア、編んで、だんだん歪んできたからね、これぐらいの大きさでいいかなーって、周りにちょっとね、こう、なみなみの模様を編んでみた。で、これ、気に入ってっから仕入れるよ。なんか、良くない？良くない？良くない？いいって言って、みたいな。無理やり。ね、この上で編んでぐ。なんとなくね、気分的にさ、編み物チャンネルっていう気がしてきた。今頃。なんか今までたださ、ね、妄想でさ、編み友だ、みんなのこと編み友とかって、ね、初めてさ、万が一だけど、初めて聞きに来てくれた人とかいだったら、あ、は？何言ってんのって思うだろうが、一応言っとく。編み物してる人を、あ、見てくれた人のことを、ほんと、編み友だと思って喋ってる。ね。まだ見ぬっつうが、全然知らない人だけど、勝手に編み友だと思って喋ってるから。で、そのね、この動画をちらっとでも見た人は、もうね、アメンジャーズっていう、ことダッサい名前で呼ぶって決めてんの。アメンジャーズ。編める人も、編めない人も、もう編む気ないんだけど、動画見ちゃったっていう人を、全部ひっくるめでアメンジャーズ。ねえ。ほらさ、いつもなんかダッセーのばっかり編んでるでしょ？ダサすぎるみたいな。センスない。だね。そういうね。なんか恥ずかしい思いしながらさ、でも楽しいからこうやってやってっから、みんなのこともダサい一つようなくくりにしてさ、もうね、巻き込んでごうと思ってっから、アメンジャーズね。これ何回か言わないと定着しないかなと思って。自覚してもらおうと思ってさ、さっきさ、でっかいくしゃみしたら鼻水出そう。いったまだ。あ、鼻水ちょっとごめん、止める。なんかほんと急に出てくるやつ、急に出てくる 鼻水って鼻血がなって焦るじゃない。あー、びっくりした。そんなことない？お風呂で出る鼻血とかさ、すっごい、なんだろう、あ、私ね、あの顔洗ってっ時、お風呂でね、洗顔してさ、こう思いっきり顔カーってやるでしょ。その時にさ、なんつうか、鼻に指グッて入ってさ、めっちゃ鼻血出たことある。あの、お風呂の中でさ、お風呂の中っていうか、あのね、顔洗いながらの時に、水分っていうか、お湯の中でさ、違うな。お風呂のところって、いっぱい水があるわけじゃん。その中で血が垂れると、めっちゃ、めちゃくちゃ大量に出てるような気がして焦るよね。もうすっげえ鼻血大量に出たみたいな思って、
もう大した量じゃないんだけど、いっぱいに見える。焦るよね。で、あったかいからさ、止まんない。ああいう時どうしたらいいんだろうって思っちゃうよね。まあ、最近はそんなにないかな。昔はね、よく、なんだろう、肌をいたわって、洗顔するときにね、肌をいたわるとかっていうのはあんまりさ、意識してなかったから、思いっきりガシガシって、ね、こすって鼻に指入るっていうのはしょっちゅうあったからさ、そして鼻血出すっていうのを結構やってだった。やばいね。何の話してんの私。ちょっと、やだ、もう。そうじゃないよ。そうじゃない。なんか今日ね、やっぱ声おかしい。いつもよりもガサガサ。やばいね。聞き取りにくいでしょう。ちょっと、喉飴いこうかな。喉飴。あ、いいのもいいけど。ねえ。ちいかわちゃん。これさ、かわいい。足ね。もうね、このちいかわのね、うさぎが大好きの天真爛漫で、もうね、大好き。あげちゃった。ちょっと、喉飴。なんか小さくてかわいい。え？なんか硬い実。実ってことになってるね。食べちゃおう。ちょっとごめんなさいね。喉飴舐めながらいこう。やばい。でも、もう口に入れちゃった。やばい。店だ。こんなやつね。実は、私ですね。昔から、ベリーってつくものあんまり得意じゃないんですよ。ブルーベリーとかさ、ストロベリーとか、ミックスベリー？何？ラズベリー？なんかそういうベリーってついたやつ、匂いが苦手で食べれなかったんですよ。やっと最近克服した。昔からね、かき氷でも、いちご味とか赤いやつ、ドロップとかでもね、いちご味っていうのはま得意じゃなかった。なんでだろう、ベリー。なんかね、人工的な匂いがね、きついなぁと思って、アポロチョコレートも食べれなかったからね。もうね、大人になったらさ、こう、敏感な部分なくなったのかな、食べれるようになった。ケーキも食べれなかったからね。甘すぎでね、頭痛くなって食べれなかったの、ちっちゃい頃。珍しくない？子供の頃にね、なんか親戚の人だったかが、ケーキね、いっぱい買ってきて、うちでも、実家つか、うちのどこでも買ってて、なおかつ、来た親戚もケーキいっぱい買ってきて、ケーキ食べ放題みたいになってね、普通だったら1個だったのに、2個でも3個でも食べていいよって言われて、嬉しくってね、2個食べたらね、頭痛くなって、それからね、ケーキ食べれなくなっただったの。まあ、大人になって、まだ、ケーキうめえなーっていうのね、思い出したんだけど、それまでね、ずっとケーキ食べれなかった。ケーキって言えばさ、なんか昔、まあ我々世代、今はないのかなと思うんだけど、ポンポコのケーキって知らないかな。なんか流行んなかった、ポンポコケーキ、バタークリームみたいな。あれ食べてね、頭痛くなった。多分、バタークリーム摂取しすぎなんだと思う。ねえ、まあ今さ、バタークリームのケーキってあんまり売ってないのかな。何だったんだろう、バタークリームって。なんかこう、なんだ、溶けないだって。連休中に、子供たちとおしゃべりしたから、ほな、子供たちとおしゃべりするときも、おらさーなんて、たまにね、間違って、俺がーとかって、ほんとね、おらっていうのはいいんだけど、たまに俺って言っちゃうの。ねえ、恥ずかしい。なんでお母さん俺なのとか言われちゃって、ね、言ってしまったとかって思って意識しながら喋ってたら、少しね、標準語寄りじゃないので。
そんなわけねえか。幻？自分ではそういうつもりだったけど、あまりやってないかな。電話動画来てさ、はい、もしもし、とかって、はい、はい、そうです、なんて言ったらさ、なんかね、なんか冷めた目で見られた。なんか違くないみたいなね。なんでさ、こういう時にさ、電話かかってくんだよ、みたいな。しかもさ、ようでもない電話。ねえ、あるよね。みんなね、きっと。よそ行きの声でね、出ると思うんだ。で、なんか知ってる人だったり、と、ああ、なんだ、みたいなさ、急に声のトーン変わるみたいなね。あるでしょ？ああいう瞬間さ、どうしても、あ、恥ずかしいって、見られたって。もう、仕事してっていいとか、みんな、あら、ちょっと増やさないとこでいい、増やしちゃった。やっちゃったー、これね。喋りながらやってっと、微妙だな。今ね、固定電話にね、電話かかってくるってめったにないからさ、固定電話とかに急に電話かかってくるとさ、え、なんかあったみたいな。焦るよね。みんな今さ、スマホ動画にかかってくるでしょ？まあ、私の場合ね、限り来る人ほとんどいないんだけどね。いや、ほんと、いないんだ。連絡取る人ほとんどいない。うん。いいの。寂しくないよ。こうやって喋ってるから。うん。聞いてくれる人何人かいる。もうね、それしかもね、最後まで聞いてくれる人もいい。こんなさ、なんか最近長いの動画やってたったのに、最後まで聞いてくれる人とか結構いだみたいでさ、ほんとね、悪いね。申し訳ないね。ありがとう。ありがとうって思う。自分で受けてったっけ。うん。喉がね、いい感じになってきた。でも口の中ベリーな味。飴食べながらね、お行儀悪いわね。でもね、しょうがない。ね、少しでもガサガサの声をなんとかしたいって思いながらね、喋ってるから、これでもね、連休中とかさ、あ、すごい新幹線とかも混んだでしょ？わあ、もうね、娘を、ね、新幹線の駅まで送ってくとかってやってさ、すんごい混んでてもうびっくり。駐車場止めれねえなとかって。見送りまで行けなかった。ごめん、ここで降ろすね、みたいな状態だった。あ、コロナ明け、やっぱり人増えてるね。コロナのあたりとかさ、何人いなかったと思うんだけど、いいことですね。まあ、混んで大変だったけど。ね。いやー、私もさ、東京に行きてーなーとかって、あ、東京に行って遊んできてーなーとかって思ったのよー。ねー。そしたらさ、娘に、あ、お母さんも東京に行きてーなーとかって言ったらさ、あ、うちに止めることはできないけど、案内ならするよって言われた。止めることはできないけど、案内はするよ。ホテル泊まらなきゃいけないのね、みたいな。ああ、そうなんだ、みたいなね。ああ、まあね。まあ、なんて言うんだろうね。シェアじゃないんだけど、そんな感じにしてるから、まあ当然だなと思ったけど、最初にね、ちゃんとね、お断りをされてから、なった。いいよ。わかってる。っていうかさ、私ってまだ、一人で東京とかね、やばい。東京駅の中でね、迷うから。え？何年か前にね、ちょっと、
ね、息子もね、関東とか行ってだったから、もうね、会いたくて、ね、子供たちに会いでえなぁと思って、東京まで行ったことあったんだけど、やばいね。私、ダメだ。周りに山ないと、どっちに向かってっかわかんなくなる。建物しかないとさ、地図見てもわかんねっけもん。お土産買った後、もうね、いろんなとこに行けないから、ずっと東京駅の中だけでね、過ごしてだった。かわいそう。雨かじっちゃった。どうして結構編んできた。ね、夏になってもさ、ウール編むよなんて言っててさ、ほら、ね、ウールあんまり持ってなかったから、つって編み始めたんだけど、本当にね、ちょっと、本当にねって、ね、力こも持ってんだけど、めっちゃくちゃ触り心地いいの、もっちりもっち。日本、こんな細いのさ、日本で編んでるだけなのに、むっちく、む、え、なに、むっちむち。もっちもちのむっちむちでね、こう、ああ、ほら、今までね、もう100円の毛糸とかでばっかり編んでだった。ね、杉だ。いいよ。100円の毛糸。ね、練習になって、しかもね、もうね、なんだろう。いっぱい買ってさ、いっぱい編めるし、普段に編めるって思って、それ、懸命に編んでたけど、やばいね、これね。これ、たまにはこういうのも経験した方がいいって分かった。だってね、まだ2個のこれ、ま、こんなに残ってんのにこんなに編めんだもんな。こんなに言ってさ、どう表現していいか分かんないけど、意外と、うん、これ、6個もあれば、え、まあ、私のね、体型だともっと欲しいかな。なんか足りなかったら、袖短くしようって思ってんだけど、ね。うん、これ意外とふんわり柔らかくて、本当に肌触りがいい。いやーもうね、みんなはもうね、いろいろ知ってっかもしれない。けれど、私、これね、初めて触って、初めてこんなね、ちょっといいやつで、ちょっといいやつとかさ、自慢げに言っちゃって。うん、そんなね、本当にそんな、一個で結構する値段のとかって、あんまり使ったことなかったから、ね、ウェアを編む個数なんてさ、買ったことなかったから、思い切ってさ、いろんな色前、いっぱい買ったんだけど、買ってよかったって思う。もうね、買ってよかったって思う毛糸ばっかり最近今年は。それもみんなからね、聞いたり、ほら、動画で見たりして、やっぱりね、レビューみたいなのとか、実際使ってこういうのいいよとかって書いてくれる、コメントくれる人とかも見ながら買え、ね、買ったりするとさ、あ、いいねってやっぱり、ね、自分でさ、探してただ買うよりも、あ、なるほどって。ほんとね、教えてもらってね、いいわあれ、あ、大丈夫か。なんかちょっと BGM がいつもと違うのに変わっちゃった。変わっちゃったじゃない。間違ってたみたい。今頃気づいた。教えてもらってさ、ハンディングも最高。こんなさ、行楽シーズン。ねえ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 。なんだったっけ、の、お外で編むやつ。なんだっけ、なんて言うんだっけ、わかんないけど、なんとか編み色があって。外でさ、編み会、いいよね。この前さ、なんだろう、和室じゃなくて座敷、縁側とかもいいよね、とかってお話ししたけど、外もいいよね。ちょっと、ね、ローカルな話なんだけど、私の住んでるとこには、ちょっと離れてっけど、もうね、私、結構好きな場所があって、ね、小岩井農場っていう場所があるわけですよ。ね、小岩井農場っていう、
もしかしたらね、小祝いチーズとかさ、バターとかで聞いたことあるかもしんない。うん、ほんとローカルだから。ないかもしんない。ここら辺だけ、宇治のあたりだけでは当たり前に、ね、言ってる農場が、小祝い農場っていうのがあって、そこに行って、座って編み物したい。そう、妄想が貧相。妄想が貧相み。妄想が貧相み。編み物したいなって思う。小さい頃からつが、もう結構子供がちっちゃい時を雪祭りとかさ、やってだったから、毎年行ってだったから、羊いるんだ。今もいるのかな。最近は行ってないからさ、わかんないけど、羊いて、なんかね、あの、毛糸とかもね、毛糸製品とかも売ってだった、昔。今はどうかな？毛糸、手でね、紡いだような、なんか、こうね、高そうな毛糸とか売ってだった。もうその頃ね、昔行ってた時は編み物してだったかもしんない。うわ、ちょっと、到底買えないわっていうようなお値段だったと。あの、毛糸に対しての、あの、自分がイメージしている値段ではなかった。でも今考えると、こうね、最近さ、毛糸の値段に対して、なんか価格破壊じゃないんだけど、逆に価格破壊を起こってっかも。オーパール毛糸とかさ、使って、だから100均の毛糸も、なんだろう、前だったら5個も買えばうんって満足してだったのに、10個ぐらいはね、一気に買うようになっちゃって、10個って言ったら1000円じゃない？ね、もうね、あ、気軽にね、そういうね、もう毛糸10個ぐらい買ってもいいかとかね、あ、なんかちょっと感覚バムってるのも毛糸にね、うん、ちょっとやっぱり変わってきてるかなと思って、ちょっとね、自重しないといけないって思ってるからさ、なんかね、いや、趣味、ただの私の場合さ、ほらね、なんかちょっと自分の欲しいものを、欲しい、ほら、ちょ、あのね、BGM にコマーシャルが入っちゃって、ちょっと止めだった、びっくりした、あの、あれ入ってないからさ、なんだったっけ、広告飛ばすやつ入ってないからさ、普通に広告入っちゃうんだ。そうそうそう、で、ね、話が途中になってね、あの、牧場ね、小祝い農場っていうところで、もうね、ソフトクリームも確か美味しかったはず。農場だけにね。そういうの、ちょっと食べながら、編み物したいな、青空の下で。今ぐらいの季節がちょうどいいよね。暑くなる。ほんとこの間めっちゃ暑かったからさ、ちょっともう夏じゃないって思ったんだけど。いや、確かにね、もうね、今年4分の1じゃない。3分の1終わっちゃったよ。やっぱりさ、あっという間にね、秋来ると思う。ね、秋になっちゃうから、これ、頑張って編まないといけない。秋に切れるように。これ、だってね、私、4号じゃない、何号だっけ、これ。さっき言ったのにもう忘れた。5号。5号の針でね、5号の針で、セーター編もうなんて思ったことないから。今までだって100均のほら、七色彩色。あ、そうだ。七色彩色でモヘアとね、引き揃えて編んでるよっていう人もいた。そういう手もあるのかと思った。ざっくり編めてさ、ふわっとするからいいよね。七色彩色とモヘア。ちょっとやりたい。私、七色彩色買ってきたからさ、お前だ、モヘア。モヘア、アクリルのだけどいいよね。モヘアある、ある、ある。で、うふふふとか言っちゃった。わ、自分でちょっと引くわ。
バーミキーナー、ね、モヘアと生色彩色のひぎ揃えっていう、ひぎ揃えっていうのもちょっとアイデアをもらっちゃって、いやかね、あんのよって思ってね。そうそうそう、でもね、もう小祝い農場の話から離れちゃう小祝い農場で編み物しながらねえ、いいな。結構さ、あのベンチとかあるところでそういう風に吹かれながら、いいな、サンドイッチとかさ、おにぎりちょっと持ったぐらいにしてさ、編み物しに行きたい。よし。そういうことで、風が強くてね、なんかカツンカツン音して嫌な感じ。よし。今日は風が強いから、え、結構さ、みんなってあれかな、リアルに編み物一緒にする人とかって多いいるのかな、どうなんだろうね。ね、家族とかさ、ね、親兄弟とかさ、子供とかってね、編み物したりする人いるとさ、一緒に編み物できたりするでしょ。そうじゃなくて、本当に友達で編み物する人とかってなかなかいないよなってね。幸せな時間だからね、この編み物してる時間。もちろんね、こうやってね、お話勝手に一人でね喋ってるだけなんだけど、聞いてもらってっかもみたいな張り合いになっててね、ほんと楽しい時間、今楽しい時間を過ごせてるわけですよ。ね。皆さんの編み物も、ね、楽しい時間だといいなって思う。ね。どんな風な、何を編んでるかわかんないけど、どんな色の編んでるかわかんないけど、楽しんでで、ね、編んでるといいなって思います。またね、まだね、編みかけいっぱいあるから、こう、わざと残してんだよ、編みかけ。こうやってね、喋る時のためにね、ゴールデンウィーク中ね、ずっとね、編みかけ作っといたからさ。ということでさ、皆さんも楽しんで編み物しててね。それ以外、お出かけとかもさ、するかもしんない。ね。ゴールデンウィークの疲れが出てるかもしんないけど、もう楽しんでいこうね。つうことで、じゃあね、またね。最後まで見てくれてありがとうございました。